本日2024年1月の8日、今日の朝の出来事ですね。その向かいの春山整骨院。まあ、こういうふうに、まあ、布団を敷いていて、家の中で寝ていて、今から、再生する動画に関しては、まあ、春山整骨院の、者たちが、まあ、今日に関しては朝7時ぐらいから、車の出入りがあったのかな。で、ガールガールいろんな人間が来て、いつものパターンなんですけども。で、朝のまあ9時前ぐらいに、ものすごく大きな声でものを言ってくるんですけども、まあ、時間が29分51秒と表現されてますけども、まあ、約30分間、動画を撮影していて、撮影を始めたのは大きな声で、また、喋り始めて、だから家のすぐ真横ですから、どれぐらい迷惑かっていうのを分かっていて、意図的に相手は大きな声を出してきています。で、そこは大きな挑発行為。迷惑防止条例違反。で、睡眠不足にさせることによって裁判妨害。まあ、こういったところですね。あと、威嚇行為、集団でいるから。あとは、まあ、他にもいろいろありますね。で、ちょっと今から再生しますね。今ちょっと、電車が通ってる音がありますけども。まあ、少しお待ちください。残り。途中で大きな声出てきますので。わざわざ建物の外で言う必要がない。普通建物の中入ってから。で、それ相手に何回も言ってる。春山整骨院で働いてる奴ら。で、今のおはようございますって言った変な言い方の、もうちょっとあんな変な言い方なかなかできないんで、私、ああいう風な言い方。で、ものがね、朝から前日で、例えば1月の3日だったかな。岡場駅の近くに眞子さま来られましたかどうかのことを、まあ、動画でアップロードするでしょう。そしたら、アップロードする前だったかな。朝から、自分から何も言ってないだろうなど、なんとか、まあそういうふうなことを、ね、朝から大きな声で喧嘩打ってくるんですよ。本当に。もう本当、老害。なんでお前が関わってくんねんと。まあそういうふうなことですね、さっきの。もう、オバハンって言ってきますね。世界のルールは法律、正当防衛ぐらいある。刑法でも民法でも。それは言っていい。じゃなかった相手は調子乗る、いつまでたっても。向こうが加害者、こちらは被害者。被害者の方がしっかりとそういうことを言ったらいい。そうじゃなかったら、キリがない。相手に自覚がないから。で、もう寝転びながらの撮影で、日付の証拠として、まあ、その後、iPad で、だからね、夜中起こしに来るやつが、多分昨日の夜も1時過ぎ、夜中の1時過ぎに多分いる、しょっちゅういる。で、朝早くから嫌がらせ、さっき一瞬だけ日付映ったの。8日、1月8日。コンピューターまでこんな作動の仕方をする。最初すぐに、証拠の日付とかを撮影しようとしてるのに、最初画面ぼやけたでしょ。本当はあんな風にならないんですよ。わかります？僕の言ってること。違法側の見方をコンピューターが身勝手にしてるんですよ。わかります？この状況。社会全体のいろんなところをしっかりと変えなきゃなんない。何のためのエシロン不惑なのか全くわからない。理解できませんね。エシロンに今まで相手がどれだけ淡い圭介に対して集団で嫌がらせを行ってきたかっていうことがしっかりと記録されてるのに、春山整骨院を出入りしてた特に勤務者の連中とかですよ。あと、車に乗りつけて来てる連中ね。交代で。で、その中にスポーツ関係者、元日本代表の人間もいっぱい見ました。プロ野球の監督だった人間とかね。全員法が、で、そいつは徹底的に調べた方がいい。多分いろんなことが出てくる。以上。